遊べるお菓子動画、イエーイ。ということで今回はこの懐かしい感じのお菓子を、食べたいと思います。プチプチ占いラムネ。なんかこれこういうの覚えてる？ここにさ、ひらめきとかおしゃれ、趣味、スポーツ、加工遊び、お小遣い、わがまま、恋愛、ショッピング、塾、もう塾っていうワードがもうね、懐かしい、おしゃべり、イメチェ、お出かけが、あれ？ん？ひらめき、下、上のやつを表してんだよね。で、スポーツは上で、恋愛上で、おしゃべり上、イメチェンが上、あ、運命デートゲームあってね。ということで、ここにね、占い方、ラムネの下の記号を見てください。良い、やや良い、普通、良くない。良くないって辛いな。ということで、まあ、ここのさ、これを食うと、開けて食うと、これがいいかどうかが分かるらしいですね。ちょっと3つぐらいやってみよう。全部やるのもちょっとあれだから。あ！ゲームってあんじゃん！これはラストだ。じゃあまず、そうだなぁ。あ、レトルトにイメチェンはいけるのかどうかを。わぁ！20丸じゃない？めっちゃお湯沸いてる！ちょっと待って。このさ、これをやりたくて。はいはいはい。次の遊べるお菓子動画のちょっと準備をしてるんですけど、それは次回お楽しみ。レトルトイメチェンこれ、20丸ですよ。イエーイ。で、食べます。ラムネかな？あ、みんながよく知っている、こういう感じの、ラムネですけど。うわ、いいなぁ。次俺がね、なんかどっかで現れるときはアフロとかになってるかもしれないですね。ゲームはラストにしてどれがいいかな。あ、恋愛。当然これは20万じゃないとね。そろそろ俺持っててもいいと思う。あーでも三角普通だからね。普通ならいいじゃん。普通なら結構いいと思うよ。ね、悪いって出てるわけじゃない。普通って最高だよね。うん。最高の褒め言葉だ。まあ、4つのうちの下から2番目だけどね。うん。悪い方じゃんって思うけど。ということで、ゲーム。ゲーム実況者ですから。ゲームをちょっと、頼むよ。うわーやったレトルトさーん。みんな、レトルトを助けるために、そこのボタンを押して、チャンネル登録してくれー。動画の更新も、すぐにわかって、レトルトも、大助かりだー。スマホの方は、登録ボタンを、押すか、説明文の、チャンネル登録よろしくどうぞ、の、右からどうぞー。それでは、別の動画で、お会いしましょう。